どうも、こんばんは、甘いです。今回はですね、前回、オロチの動画の方で、共演をさせていただいた、先輩言語系 YouTuber のね、僕が何年も前から視聴をさせていただいて、敬愛している坂本美山さんに、ゲストとして来ていただきました。どうも、こんばんは。どうも、こんにちは。坂本美山でございます。先輩というような、そんな大したものではございませんけども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それで今回なんですけれども、前回は、私甘いの方がおみざんさんのチャンネルにお邪魔してゲストとして登場させていただくという形だったんですけれども、あ、そちらの動画の方もね、概要欄の方にリンク貼っておこうと思いますので、よかったら見てください。で、今回はですね、おみざんさんの方を、Hey チャンネルにゲストとしてお招きいたしまして、で、前回あげましたオロチの動画なんですけれども、で、おみざんさんがかなり中心になって、制作に当たっていただいたという形だったんですけれども、おみざんさんの方にね、制作していた時の、まあ、こういうことがありましたよとか、制作後の感想みたいなものを、お伺いしつつ、二人で熱く語っていければなと思います。熱く語りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。熱く語っていただくと。じゃあですね、まずおみざんさんにいくつか、お伺いしたいなということがあるんですけれども。はい。まずおみざんさんが、まあ、このかなり制作にあたって、まあ、脚本の主要な部分を関わったのもおみざんさんですし、いろんな部分を進めてくださったわけですけれども、どういう、なんでしょう、まあ、モチベーションというか、こういう気持ちで、動画作りを目指していたみたいな、そういう熱意というか、ああ。みたいなものがあればお聞かせいただければなと思います。あ、そうですね。やっぱりこの、言語界隈のお歴々の方々と、初のこう、合同のね、企画ということで、やっぱり僕もちょっと、気が引き締まるというか、うん、まあ、間違うてもこう、適当なものを作るわけには参りませんし、やっぱりそういうね、思いっていうのはありましたね。やっぱりこのね、皆さんこう熱意持って参加してくださいまして、で、僕もこう、誠心誠意こう作品にね、向かい合うということで、で、やっぱりこの適当な気持ちではええものは作れへんと思いますし、で、仮にもこうね、視聴者さんの人生を、ほんの20分でも、こういただいているということで、どうせならどうせならこの20分、使ってよかったと、ね、思ってもらえるような20分にしたかった。っていう、そういうふうな気持ちもありましたね。そうですね。はい。20分っていう動画は、短くはないので、こう退屈させてしまうと申し訳ないなっていう気持ちは、僕の方にもあって、今回参加してた5人、どのメンバーをとっても、本当に、それぞれが、こう、持ってるものっていうのを、もう、惜しみなく出して、全部作品にぶつけていくっていう、そういう熱意を、すごく感じてましたね。ああ、やっぱりこの、計画が持ち上がったの12月やったかな。12月の半ばでしたよね。そうでしたね。確か。そこから公開までの間、5ヶ月間。いや、ほんまにね、暑い5ヶ月間でしたよ。ほんまに。ね、あ、そうでしたね、はい。暑い5ヶ月間でしたね。うん、やっぱりね、この、その言語をね、愛する方々っていうのがこう、一つの作品を作ることに対してこう、熱意をね、こう持ち寄って、作るっていうの、なかなかない機会やと思うんで、ほんまに貴重なね、経験をさせていただきました。ありがとうございます。そうですね、できることなら、こう、制作の会議をしてたトーク履歴とか、公開したら、結構細かい部分までこだわってるなっていうことが大分かりいただけると思うんですけど、それぐらいね、ここまできっちりやるんか、みたいな。ああ、そうですね。自分で作っといて言うのもなんですけど、やっぱりちょっとでも。そうですね。生半可な気持ちになっちゃいけないっていう思いはありましたね。ちょっとでもこう、ええもん作りたいっていう、なんかそういうふうなその熱意が、ネットの文字越しにもこう、伝わってくるんですよね。ほんまやっぱりその大変やったと言えば大変やったんですけど、その大変さも、楽しい大変さでしたよね。そうですね。なんかもう、苦しかったみたいな思いはあんまりないですね。確かに。甘井さん、どこが楽しかったとか、あります？特になんか。そうですね。やっぱり僕演じることが好きなので。ああ、なるほどね。で、今回スサノーっていう、かなり難しい役をいただいたわけですけど。上代日本語自体も難しいですし。それを演じ切るっていう過程が、僕は一番楽しかったですね。
で、他の方の演技を聞くのも楽しかったです。それぞれ、やっぱり、誰が演じても絶対同じにはならないので、それぞれの個性みたいなものをほんまに感じられて、それが良かったですね。ですよね。やっぱりこの甘井さんのスサノオはもう甘井さんしかもできませんしね。そうですね。おみざさんのオロチも絶対おみざさんしかできませんし。もうスキンティアさんのね、あの、クジナダヒレもね。そうですね。あれはあそこまでのね、個性を出せる人はなかなかいませんよね。あと、トサベンタのね、あのね、足なずしもそうですし。あと、ナハさんのね、手なずしもこの泣きの演技とかすごかったですよね。大迫力でしたね。僕がこのね、まあ、それぞれの方の録音された、ね、ご演技の録音を、まあ、その総括でさせていただいたん、まあ、総括というかこう、まあ、おみざさんがそれぞれが送ったものをつなげてくださるみたいな作業に当たってくださいましたね。まあ、その、まあ、窓口みたいな、まあ、ポストみたいな感じになって、で、僕のところにこう、甘井さんのね、スサノオのね、録音が届いたとき、僕それ初めて聞いて、はい、ほんまに脚本は書かせていただいた身として、なんかもう全てを裏切られたなっていう感じがして。もう最良の意味で。もう裏切られて嬉しいっていうのを多分人生初めてちゃうかなっていう。いやー、ありがたい言葉ですね。もう僕の頭の中にあったものと、もう1から10まで全然ちゃうのが来て。でもそれが、で、それがもう素晴らしいということで。前どこでやったかな、どっかでこんな話聞いたんですけど、一流シェフは、はい、お客さんの要望を完全に沿うものを作って、で、超一流って言われるシェフは、お客さんがそれを食べた瞬間に、これやって開催叫ぶものを作るっていう、そういう話聞いたんですけど、あれほんまやなぁと。いや、超一流シェフになりたいもんですけどね。いやいや、もうなってますよ。スサノオの、やっぱりなんかこう、僕に見えてへんなんだものが、甘井さんにはこう見えてたっていうのがあったんでしょうね。スサノオに対して。なんかこのスサノオの役作りにおいて、こう、心がけられたみたいなものとかあります？これはもう、スサノオとして外せんなみたいな感じの。やっぱりスサノオって多面性のあるキャラクターやと思うんで、一面的なキャラクターにはしたくないっていう思いはありました。ヤマタノオロチと戦って強いみたいな面だけじゃなくて、知性豊かな面とか、あとはこう優しさを持った面とか、そういうものをこうちゃんと演じ分けたいなっていう思いはありましたね。演じ分けれてたかどうかはわからないですけど。いやーでもほんまにそれはしっかりとこう伝わってきましたよ。あ、そうですか。ありがとうございます。まあ、視聴者の皆さんにも伝わってったら嬉しいんですけど。きっとね、伝わってますよ。まあ、この複雑なスサノオという人物を、この怪演でね、演じられたっていうのは、やっぱりすごいですよね。いやありがとうございます。じゃあ、おみざさんに二つ目の質問なんですけれども、はい、まあ、先ほどお話にもあった通り、脚本の方はおみざさんがかなり中心になって、執筆をしてくださったっていうことなんですけど、まあ、ただ、原作っていうものがもともとあるわけじゃないですか、ヤマタノオロチの。はい。で、原作そのまま書いたわけではないと思うんですよ、おみざんさん。ああ、そうですね。いろいろと。おみざんカラーっていうものをいろいろ出しつつ作っていただいてるなっていうのはずっと感じてたんですけど、脚本を書くにあたって心がけたことみたいなものをお伺いしてもよろしいでしょうか。ああ、なるほど。先ほどそのおみざんからというふうにおっしゃったんですけど、そういうことはあまり僕自身は意識してなくて。ああ、なるほど。で、むしろこう、天女ね、天女。古事記と日本書紀と、で、まあ、この場合は、島根県伝統の石見神楽も、その天女として参照したんですけど、はい、やっぱりこれにこう、忠実を期するっていうのが、まあ、これがまず最初にありましたね。まあ、できるだけこの原作に忠実でありながら、でもやっぱりこのボイスドラマ、まあボイスドラマである以前にこう演劇に落とし込むにはやっぱりこうどうしてもこう形を大きく変えなあかんっていうところがあって。あ、そうですね。もともと文章ですからね。そもそものセリフというのは、まあ、スサノオと足なずししかないという感じで、足なずと手なずのセリフの区別さえなされてへんっていう。で、特に5人で演じる上で、まあ障害となったのは、はい、クシナダ姫の扱いなんですよね。クシナダ姫、古事記とか日本書紀ではクシナダ姫ほんまにもう全くセリフがないんですよね。でセリフもないし、で自分の意思で、はい、自分の人生決めることもないし、で、まあ、言うてしまえばこのクシナダ姫というのは原作では登場人物ですらないんですよね。もはや舞台装置背景みたいな、
もう舞台装置も大道具でしかないっていう、まあ、服を着て歩く大道具みたいな感じになってしまうので、でこれを仮にも声だけしかないボイスドラマっていう演劇にすると、例えばまあスキエンティアさんはレコーダー構えるだけ構えて一言も発さへんみたいなそうなったらもう全然全然あかんやないです。でまたそのやっぱり先ほどもおっしゃったように、もともと文章なんで、やっぱりこれをそのまま読み上げてしまうとナレーションの独演会みたいになってしまいますし、そうですね。でそれを解消する方法として僕が選んだのは、もう串灘姫を主人公にしてしまおうと。もうこの一番主人公というものから遠い人物を主人公にしてしまおうと。そうでしたね。最初串灘姫のセリフでしたし、ずっと串灘姫視点で息が進んでいきましたね。多分これっていうのは多分日本初の試みやと思うんですけど。そうですね、はい、そういう部分を指してお水んからが出てるかなみたいな。ああ、なるほど。でまたこれすごく座りがいいなと思ってて、もうスサノオの多面性ね、このスサノオのこのキャラクターがこう切り替わる瞬間っていうのがあると思ってて、つぶさに観察してると、串灘姫をこう串に変身させて、でそれを髪の毛に刺した後でヤシ寄り作戦を考えついてるんですよね、スサノオっていうのは。あ、そうでしたね。確かに串を刺した瞬間にピキーンって降りてくるみたいな感じでしたね。これあの、まあ、串灘姫という知性を司る女性とこう一体化することで、はい、まあ、そもそもこのあの串灘姫を単にこう避難させたいというだけであれば、串の形にした後で、まあ、どっかに隠しておきゃええわけじゃないですか。そうですね、確かに。それをわざわざこう戦場に伴うたんですよね。うん、串灘姫を保護することを考えたら、もうこれ全然もう、まあ置いていったらいいわけですからね、うん、守ることだけ考えたらこれもう落第点なわけで、ってことはこれ守ることだけ考えてたんやなしに、串灘姫と一緒に戦おうだっていう、そういう構図として見られへんかと僕は考えて、そうですね、夫婦戦って感じですね、でそうなってくるとやっぱりこう串灘姫を知性の巫女ね、知性の巫女としてキーパーソンにするのが一番座りがええっていう風に考えて、これがまあ、まあ、おみさんからというか僕が一番工夫した点ですね。そうですね、おみさんさんはやっぱり全体の構成を考えながらっていう部分が優れていると思っていて、普段動画拝見しても、あ、いや、まあ、優れてるかどうかは分かりませんけど、そこはもう必死で頑張らせていただきましたね、すごく。はい、ありがとうございました。あんまりその変えすぎると、まあ、完全に創作っていう風に、ね、なってしまうっていうのがあって、まあ、そこのこのさじ加減っていうのは考えたところがあって、うん、初め僕がちょっとあの、まあ、邪念というか、まあ、悪魔のささやきみたいなのが聞こえて、はい、ヤシ寄り作戦、あれ串灘姫の提案っていう風にしようかなと。あ、そうしたらこう串灘姫が知恵参謀になって、ほんでこうボスサノオが実際に剣を振るうっていう形になるんかなと思うたんですけど、それをやったらもう創作になってしまうんですよね。確かにそうですね、うん、それをやってしまうと我々の劇になってしまいますね。だからそれを補えるようにやっぱり串灘姫の串を刺した瞬間にこの夜明けの画像をねパッと出すっていうことで、でそれでスサノオの知恵が開眼したみたいな、そんな感じに見えてたらなっていうことですね。なるほど、見えてたと思います。ありがとうございます。原作からそのままではないけれども、もう離れるわけでもないっていう微妙なバランス感覚っていうことですよね。そうですね、まあ、変えずに矛盾せずに描き方だけ変えるっていう、そのものを変えるんじゃなくて描き方、こっちのアプローチの仕方を変えるっていうことはちょっと見方の違いって感じですね。あ、そうですね、側面の違いっていう、それはちょっと考えましたね、はい。なるほど、ありがとうございます。じゃあ3つ目の質問なんですけれども、はい、お願いします。今度はその演者としての鬼山さんについてお伺いしたいと思っていて、あ、はい、鬼山さん今回ヤマタノオロチの役を担当されて、はい、で僕今回それを拝聴して、あ、すごい迫力やなって思ったんですよ。あ、ありがとうございます。人間が演じてるように聞こえへんみたいな、こんなもののオロチが出てきたんちゃうかって思いましたね。ありがとうございます。そう言うてもらえると嬉しいです。どういうことを心がけてオロチを演じられましたか？やっぱりもう一にも二にも神々しさですね。オロチってやっぱり怪獣ではないんですよ。ただ単にこう口から火吹いて暴れ回ってるようなそういうものではなくて、今回の演劇古事記ベースにこう日本書紀のセリフなんかも翻案して、まあ、組み込ませてもらいましたけど、甘井さんのスサノオの今しかしこむべき雷っていうね、あれはそのまま日本書紀のセリフで、あの古事記には全然そういうセリフはないんですけど、あれは日本書紀の方のセリフで、
まあ、日本書紀の方でもはっきりとそう神っていう風にね、神様っていう風に言うてて、うん、オロチも一種の神様であった邪神ですよね、邪神。それを怪獣として扱うことが既存の本案とかでは多かったと思うんですよ。そうですよね、確かに勇者スサノオとファイナルファンタジーとかのなんか敵のモンスターみたいな、そういう感じですよね。これに僕違和感あって、でそこはやっぱりちゃんと神様としてね、邪悪で悪い存在やねんけども、それでもやっぱり悪い神様であるっていうことを表現できたらなというふうに心がけてましたね。そうですね、確かに怖い存在としてのオロチの迫力は感じたんですけれども、はい、その中にオロチの内面性みたいなものを感じる部分はありましたね、僕としても。ああ、それ感じていただけたら、はい、幸いです。ありがとうございます。オロチがお酒を飲むじゃないですか。あ、はいはい。あの部分でオロチが確か今はおとつよすでにも忘れずっていうセリフがあったよね。はい、そうですね。もう今となってはもうね、昔のことなんで、もうすっかりと忘れてしまうたわいというセリフ。はい、あそこでおみざんさんがほんまに焼け酒をしてるみたいな言い方に聞こえて、オロチはなんで今こんな感じになってて、頭の中ではまあ頭8つありますけど、8つの頭の中は何を考えてるんかなみたいなことがスッて落ちましたね。ああ、そう言ってもらえると嬉しいです。あれね、演じてた時僕コスプレしてたんですよ、オロチ。ああ、そうなんですか。まあまあコスプレというか、まあ、悪役っぽい格好で、こう上半身裸の上にこう悪役っぽいマント着て、まあ、首から悪役っぽいネックレスつけて。ああ、なるほど。で、ワックスで頭を魔王みたいにして。へえ、すごいな。はい、そうですよ。僕そこまでの役作りはちょっとしてなかったですね。悪ノリと言われてしまえばそれまでですけど。いやいや、おかげでというか、かなり入り込んでたと思います。すごい。ありがとうございます。あと音楽もですね、最終決戦シーンのね、音楽、あれもまあ、作曲する段階で結構神々しさっていうのを念頭に置いていて、まあ、例えば教会のベルとかね、まあ、教会のベルっていうのはこれは日本にあるものではないですけども、やっぱりベルっていう音は普遍的に、まあ、現代人にとって荘厳で神々しいものっていう風に聞こえると思うんですよ。こうベルでこう、まあ、完全ごとの和音をガーンゴーンとね鳴らすっていう、これとか、あとまあコーラスとかね、女性の声と男性の声の二部合唱っていうのも取り入れたりして、やっぱりあそこは戦闘シーンではあるけれども神々しいシーンっていうことを視聴者さんに感じていただきたくって、まあ、そういう曲作りっていうのはしましたね。一般的な戦闘シーンとはちょっと違うような趣がありましたね。じゃあ次の質問なんですけれども、はい、お願いします。ざっくりした質問なんですけど、はいはい、おみざんさんが今回この企画に参加されてみて一番楽しかったこと、これが楽しかったなみたいな、そういうことってありますか？やっぱりこう言語を愛する者同士でアイデアをねぶつけ合っての制作したね、はい、これがやっぱりもう貴重やし、まあ、楽しいことでしたね。それはすごいわかります。勉強になりましたね、すごい。ああ、そうですよね。僕もあの、はい、この企画に参加する前と参加した後とでやっぱりこう知識の量も全然違いますからね。皆さんほんまにすごい方で、やっぱり勉強って一人で机に向かってしてるだけじゃやっぱりもう限界があると思ってて、こうみんなで議論しながら古代日本語について一緒に学んでいくっていうのが、まあ、ある種この5人で大学の古代日本語ゼミをやってるみたいな。あー、なるほどなるほど。うん、感じがして、それがすごい楽しかったですね。あ、わかりますわかります。まあ、大学のゼミ、あるいは、まあ、高校の文化祭っていう、そういう側面もありましたよね。ああ、確かに、うん。それが合体したみたいな感じですね。うん、そうですね。やっぱりこう、言語会話 の一大イベントなわけじゃないですか。はい。うん。はい。やっぱそれが楽しかったですね。うん。この単語は、ここでこういう用例があるから、使っちゃまずいんじゃないかとか、うん、この単語は使った方がいいんじゃないかとか、うん、そういう部分を活発に議論していって、みたいな。うん。で、やっぱりそのまま読むだけだと、まあ、どうしてもこう漢文訓読体みたいな感じになってしまうっていうところもあって、でこれはリアルな上代日本語ね、まあ、当時の人たちの話し言葉に翻訳すると、うん、やっぱりここで一番こうそういうコロケーションに詳しかったのはやっぱりスキエンティエさんですよね。そうですね、あの方はやっぱり言語会話にいらっしゃる時間も多分一番長いかな。かな。うん、まあ、ちょっと僕も、結構僕、新参者なので、わからないですけど。僕も新参者なんで、ちょっとね。いやいや、そんな。うん、それ、かなり積み上げてこられたものがあるんやなっていうのは感じてましたね。それにやっぱりあの人、まあ、大人やね。うん。ああ。こう、
やっぱり頼もしかったね。頼もしかった。確かにそうですね、うん、安心感がありましたね、あの方がいてくれはるっていうことで、うん、やっぱりこう、まあ、僕がまあその一応その、まあ、演出とかそういう方面をさせていただいてはいたんですけど、やっぱり僕だけではこうあの人間関係のマネジメントとかねできひんところがあって、いやでも水野さんもすごい頼もしかったです。そう言っていただけるとありがたいんですけど、やっぱりそういうところスキエンティアさんがね、あのこう、まあ、言葉少なにこうあの、うん、まあ、その場がこうすっきりまとまるようなねことをこうおっしゃるわけですよ、こうポッとね、うんうんうん、でこれでこうスキッとまとまるって、でまたそれをこうそれを受けて甘井さんがこうものすごくこう的確なね実際のアイディアとかそういうものをパッと出されて、あ、ほんまですか。もう僕はもうほんまにもうそれを肌で見ながら勉強するっていうだけやったっていうのはほんまにちょっとまあ自分のその未熟なところやなっていうふうに感じます。いや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 、とんでもないです、とんでもないです。いやいや、ほんまに皆さんの口玉を感じさせていただけるような特別感でしたね。ですね、うん、こうみんなでこうやっぱり意見が出れば出るほど作品が洗練されていくのがこう肌でわかるんですよね。どんどんこう作品磨かれていくぞっていうの、やっぱりお互いの信頼っていうのもあったでしょうね。お互いに信頼があったからこそ、こう遠慮なく、こう自分の考えをパッと出して。で、またそれをちゃんとこう、まあ周りの方もキャッチしてくださって、うん。お互い言語が好きやからっていう意味でのリスペクトみたいなものが多分。そうですね。あの空気はやっぱりもう、その場におらんとわかれへんかなっていう。そうですね。うん、まあ、他の活動ではちょっと味わえないものを味わわさせていただいたかなと思ってます。うん、まあ、さっき文化祭って言いましたけど、はい、体育祭ですね。もう体育祭か。うん。なんかもうこう、うん、あのグラウンドでこう激しく運動してるような、まあ、そんな熱気が、うん。うん。アクティブな感じがしましたね。うん。そうですね。で、またその、もう絶対一人の創作では味わうことができひん体験として、他の人の担当してくださったパート、まあ、そこから影響されて、その自分の担当してるパートをするっていう、そういうのもあって、特にこの、スサノオが、クシナダ姫の家に上がり込んでいくシーンあったじゃないですか。ありましたね。いやー、橋流れ来たりって言って。これやここなら橋なるって。あの甘江さんの演技ね、あれ、あのシーン僕、もともとBGM 用意してなかったんですよね。ああ、そうなんですか。うん。で、で、甘江さんのね、開演を聞いて、で、これはぜひとも BGM つけたいっていう、こう創作意欲がこう、メラメラとね、湧き上がってきて、ピアノにこう、飛びつくようにして、ああ、ここを、もう曲作らんとあかんわ、みたいな、思って。そうですね、その、やっぱり、こう、制作物っていうのはなんか、生き物みたいなところはありますよね。うん。そうですね、生き物ですよね、あれは。単なる情報の羅列ではないっていう。だって初めこんな大きな企画になるって思ってませんでしたね。みんな誰もが。確かにそうですね。なんかどんどんこう肉付けされていって、うん、思ったよりも骨太なものになったなっていう印象はありますね。ですね。うん、魅力的なこう企画って勝手に巨大化するんですよ、うん。まるでこの企画そのものが巨大化したがって作り手をこう引っ張っていって、俺は巨大化したいんじゃ、はい、みたいな感じで。そんな、うん、そういう風な熱気はありますよね。それもやっぱり参加してたみんなのこの熱意みたいなものによってでっかくなっていったんかなっていう感じですね。ですね。うん。ほんまにこう、まさかここまで、ね、巨大化するとは思わなんだっていう。ありましたね。はい。以上、4つでしたかね、の質問を。おみざんさんにおぶつけしてお話をお伺いしてまいりました。おみざんさん、今回はオロチでの共演と今回の対談とどちらも含めていろいろお世話になりました。ありがとうございました。あ、こちらこそお世話になりました。どうもありがとうございました。これからもまたコラボさせていただくことはあると思いますんで、その時はまたよろしくお願いします。はい、ぜひぜひ、こちらこそよろしくお願いします。視聴者の皆さんも多分おみざんさんのチャンネルはご存知の方が多いかなとは思うんですけど、まあ、まだご存知ない方はね、いつもその、独創性があり、かつ、ハイクオリティな動画を、定期的にね、投稿されてる方なので、概要欄の方に、おみざんさんのチャンネルのリンクの方も貼っておきますので、よければ見てみてください。ありがとうございます。はい、それでは今日は対談の方、ありがとうございました。ありがとうございました。
またご一緒に動画を作れる機会を楽しみにしてます。あ、こちらこそ楽しみにしております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。